こんにちは、みすずです。今日はお砂糖みりんなしで作る切り干し大根と高野豆腐の煮物をご紹介します。切り干しや玉ねぎ人参の自然な甘さでいただくお惣菜です。材料はこちら。だし汁使いますが、昆布、鰹節、干し椎茸などお好みのもので、市販の顆粒を溶かしたものでも大丈夫です。では作り方です。高野豆腐は50度ぐらいのお湯に浸して戻します。切り干し大根を戻しましょう。お水に放ってざっともみ洗いしたらお水を切ります。水に浸さなくても戻るので、すぐにざるにあげてあげてください。このまましばらく置いておきます。お野菜を切ります。今回は人参、玉ねぎ加えますが、生姜など入れても美味しいですよ。人参は薄切りして、それを端っこから千切り、だいたい半分くらい使いました。玉ねぎは、約4分の1個使ってます。薄切りしてください。だいたい見た目で、切り干し大根、戻した切り干し大根と同じぐらいの量にそれぞれしてあげてください。先ほど戻した高野豆腐をカットしていきます。両手で挟んでしっかり絞ってあげましょう。水気を切ったら端から切ります。切り方はお好みでどうぞ。今回はそのままただただスライスしています。こんな感じですね。では炒めていきましょう。フライパンをしっかり熱してごま油を加えます。玉ねぎから炒めます。弱火でじっくり炒めます。じっくり炒めてあげるとお野菜の甘みが出てきます。しんなりしたら人参を加えてさらに炒めます。全体に油が回ってしんなりしたら切り干し大根を加えましょう。ちょっとぎゅーっと固まってるので、ほぐしつつ炒めてあげてください。高野豆腐を加えたら、だし汁とあれば昆布を加えてください。今回は、かやのやのだしを使ってます。弱火で10分ほど炊きます。このままだと上側に浮いてる高野豆腐が気になるので、途中で上下を返してあげてください。あとフライパンが大きいとだし汁の量もいっぱい必要になってくるので、ちょっと調節してひたひたぐらいの量にしてあげてくださいね。10分煮たところでお醤油を加えて、お塩も一つまみ加えます。火をやや強めてしばらく炊きましょう。汁気がなくなるまでです。汁気がなくなるまで炊きます。ちょっと中央を開けてこうドーナツ型にしてあげると、より汁気が飛びやすくなります。しばらく炊いてあげましょう。こんな感じですね。ほぼなくなってきたら火を止めて、全体ざっと混ぜたら蓋をして、しばらく置いてなじませてあげます。10分ほどこのまま置きましょう。では器に盛ります。日にちを追うごとに若干しょっぱさが増していくので、初日はちょっと薄味かなっていうところで止めてあげた方が良いかなと思います。白ごまを振って完成です。お弁当の隙間埋めやご飯のお供に、作り置きお惣菜にぜひぜひお試しください。お砂糖みりんなしで、お野菜の甘みで美味しく食べられますよ。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。